あ、画面開いて待ってたんです、本当にありがとう。ボサボサすぎる、さすがに。まあ、なんでマスクをしてるかっていうと、すっぴんなんですけどね、思った、取るわ、変わらんもんな。さっき捨てればよかった、マスク痛っ、背中打った。マグちょっとすっぴんやから気にしてさ、あのマスクにしててんけどさ、まあいつもか、リップ濃くなりすぎた。待って、あ、さっき生チョコアイス食べたから生チョコついてる、取らせて。やん、キャッ。今日もリハでした。ま、こんばんは、松本千佳子です。今日19時半からって言ったので、ちょっと5分フライングなので、雑談タイム。今日朝起きて私最悪なんです。串といただけ、串といてヘアオイルつけただけで。ボサボサなんです。まあ髪の毛からしたらすごく嬉しいと思うんですけど、だからボサボサなんです。あとね、あ、さっきねランランの T シャツって言われたけど、これ違うの、これはストレンジャーシンクス。ストレンジャーシングスの T シャツです。これプラザとのコラボかなって買ったやつで、久しぶりに来た、激かわだねこれ、大好き、ストレンジャーシングス。もうこれ本当に私が一番好きなドラマに入るくらい、もう一番好き、海外ドラマの中で好きなドラマなので、ちかちゃん推しの人はぜひ推しメンの好きなもの見てみてください。これは男女問わず好き、 SF 系好きな人、 ET とか好きな人は絶対好きなので見てください。エミリーちゃんも好きの、エミリーパリエイクも好きやねんけど、エミリーパリエイクは結構多分見る人を選ぶというか、まあ女の子が結構おすすめすんねんけど、だから男性の人が見づらいわっていう人が多くて、まあまあまあそうだよな、確かにと思って。でも、まあ、なんかその男女問わず紹介しやすいのはストレジャーシングスなので、まあ、シーズン4まで長い人気とすごく面白いのでおすすめです。 SF ドラマ80年代がメインになってて、プラスハリーポッターを見てるような子供たちがどんどん成長していくのも面白くて、なので見てみてください、ストレジャーシングス。今シーズン5ラストがね撮影中らしくて、こんばんは皆さん、今はドライヤーしてる時に、もう今バタバタしてるからさ、そんなゆっくり映画を見る時間がないねんけど、今はドラマ見、ドライヤーしながらの時間で、キム秘書は一体なぜっていう韓国ドラマ見てて、あとヒロアカを見直してる。いいな、ゆっくり映画見たいな。ありがとう、みんな見に来てくれて。今日もこんばんはです、みんなも一日お疲れ様です。
あ、そう、邦楽ね、結構さ、邦楽も紹介してって言われる。やっぱ私が洋楽見ることの方が多くてさ、洋楽ばっか紹介しちゃってるねんけど、今度邦楽も紹介します。もちろんね、なんかバランスよく見たいねんけど、やっぱ自分の好きな系統ってこういう系なんやろうなっていうのはたくさん見てると分かってくるし、だからいろんな人のおすすめを結構聞くようにしてて、メモはね、しとってチェック入れてんねんけど、なかなかね、そっから見るまでに時間かかっちゃうねんけど、いろんな映画を紹介できるように。でもその中で、あ、私の好きな映画ってこれだよねとか、そんな風に見つけていけたらなと思うねんけど、マーベルが大好きやねんけどさ、ちょっとファンの人、マーベル見てる人少なくて、マーベル見てる人どんだけいんねやろ 意外とマーベルシリーズ少ないねんな。うん、カジケン今日ね、サクパリブーをね、ちょっとランダムでいいねをね、X で押しにいっとってんけど、みんながさ、レモンがすごいいい感じっていうコメントが多くて嬉しかった。酸味がちょっといい感じでって。私も食べに行かなきゃ。お、エンドゲームまで見たるって嬉しい。そう、新作がね、なかなか出えへんからさ、まあ、ただ今のところまで追いつければ勝ちじゃない、逆に言えば。ヴェノムも面白いのよね、大好き私。だからちょっとマーベル映画好きな人と結構語れるんだよな。確かにマーベル見方が難しいっていうね。でもね、結構時系列って調べたらね、見た順番いいのが分かりやすいのが出てくるからおすすめです。デッドプール見たよ。まだ2見てへんねんけど、最近デッドプール好きかも。なんかくだらへんねんけど、くすっと笑えて感動してくだらへんみたいな感じやねんけど、面白かったです。あ、ミズ・マーベルも見た気がするぞ。見た見た。マーベルはお腹いっぱいならないで。X メンも見たけど、まだ X メンもシリーズ長いから序盤しか見てへんねんけど。そう、映画ね。ちょっと私もまたおすすめをみんなに紹介するし、またカジケンも食べに行こうと。夜に食べたい。夜のカジケンでちょっと罪悪感を感じてみたい。感がある。店舗がね、コラボ店舗は限られてるので、間違えへんようにみんな言ってくださいね。お、30分なった。よし、こんばんは皆さん、今日も一日お疲れ様です。だから一今テロップを書いています。はい、してる。ただいま、今日ちょうど握手会の三次受付がみんな始まったので、チャンス。3時はもう制限ないのかな？たくさん好きなだけ。あ、無制限だって、みんな。いっぱい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 会いに来てください。10月、11月、12月が一番キンキンですぐ会えるところなので、まあすぐって言ってもちょっと会えちゃうけど、確実に抑えてください。会いに来てください。ちなみに幕張は10月しかないので、いっぱい待ってます。みんなと一緒に、もうとにかく楽しい時間を過ごしたいし、来てよかったなって思ってもらいたいし、本当に私はあの時間が大好きだし、みんなと一緒にたくさんこれからもいろんな叶えたいことがいっぱいあるので待ってます。一緒に楽しんで、覚悟を持って
ピード勢いを大事にしていきたいので、みんなの力も貸してください。ちょっと1月のね、写メ会がまだ先になっちゃうからあれやねんけど、まあお揃いで生誕 T シャツだったり、なんかちょっとまあ思い出に残る一枚にしたいなと思って、蛇年だからね、蛇の着ぐるみを着ようっていう一人でそんなことしちゃったりするので、ぜひ来てください。みんな写メ会はもちろん、まあ、握手会、トーク会だね。握手会がね、今回から部数が増えて元の握手会に戻りつつあるので、ちなみにね、私の握手会は絶対戸惑うと思うねんけど、昔ねよくハイタッチしてたので、イエーイっていうテンションで行っちゃうねんけど、お気になさらず一緒にイエーイっていう、なんかそんなラフな感じで入ってきてくださいいつもみんな、あ、どうすればいいみたいななるからさ、なんかだから握手会もさ、手のつながり方、つなぎ方とかもいろんなつなぎ方しちゃうねんけど、こっちタイプもあればこっちタイプもあったり、普通のこっちタイプもあったり、いろいろあるねんけど、なんかそれもランダムで来るので、みんなは受け身で、あ、待っててください。あ、そうそう、グータッチにもなってるわ最近、イエーイみたいな、こんなフレンドリーで来れるレーンなので、緊張せずに、嬉しいけどね、緊張するって言われるのは嬉しいねんけど、そんな感じで遊びに来てください。あ、そう、ハイタッチもあったりグーパンもあったり、ちょっとチャラいんですけど待ってます。じゃあ私が最近ハマってるものを紹介するね。最近さ、お紅茶にハマってて、で今までさ、コーヒーの方が好きやってんけど、紅茶にハマってて、で私の好きな紅茶屋さんがあってさ、そこの紅茶が美味しいプラスおしゃれな紅茶でさ、なんてお店なのこれ。ちなみにね、ここやねんけど、メルゾナティーっていうのかな、このティーが好きで、なんて紅茶だこれ。あ、そうそう、朝配信の時にさ一回紹介してんけど、西宮本店だって、神戸なんだって。これあ、ムレスナっていうティーで、でそうそう、朝配信の時も飲んどってんけど、今回はまプレゼントで買いに行った時に、あ、美味しそうと思って自分も買っちゃってんけど、なんかいろんながあの味があって、20種類ぐらいあんのかな、あってさ、見てこれにさ惹かれて買っちゃった。見えるかな、パリスカフェっていうタイトルで、パリスカフェでお茶したいのです。フレンチマロンっていう風味の紅茶で、パリへの思いは日々強くなってこのブレンドを作りました。イチジクとチョコレートをマロンで包んで、とてもバランスの良い香りに仕上げました。だって私さ、イチジクが大好きで、それをチョコレートって、イチジクとチョコをマロンで包んじゃってない、どういうこと。めっちゃ可愛い箱でさ、でこのね、一言ついてるのがめっちゃ素敵な言葉で、パリのビストロで美味しい食事と楽しい会話をして、ホテルへ帰って日本じゃない空気を感じて、ウフフって少しニコッとしてゆっくりとしたいのです。でこっち側は、パリの街角を歩いてエッフェル塔を見上げながら、とても気持ちの良い時間があって、パリのビオマルシェで果物を買ってホテルに帰って美味しくいただきたいのです。素敵。そして
パリのカフェドフルールで少し気分を変えて美味しい紅茶と甘すぎないケーキを食べてゆっくりしたいのです。あ、でも違うわ、味はアスリートブレンドだった。アスリートのためのリアルな美味しい紅茶って書いてるんですけど、全然なんかこの外観に惹かれて買ったパリの。めっちゃ可愛くない？秋っぽい金木犀みたいな。まだね種類もいろいろあってんけど、こんな感じで開けたらね、何個ぐらい入ってんのこれ。あ、10包み入っとって、いろんな種類の欲しいこれ。でもまあこれをプレゼントであげるなら全然気にならへんねんけど、自分に買うにはちょっといい値段するんじゃないかなってくらいの値段で、この箱をつけへんかったらもうちょっと安いのよ。だからこの箱をつけるとちょっとね、あ、自分のなんかご褒美で買うにしてはなみたいな値段で、まあご褒美だね。これをなんか日常で飲もうってよりは、なんか特別な、なんかちょっとゆっくりしたいなとか、そんな時に買うといいのかな。かわいい、この箱だけで集めたい。かわいくてめっちゃかわいくない？もうさ、味とか何も決めずにパリスカフェっていうので惹かれて買ったらさ、イチジクとチョコって書いてて、ただのラッキーに。これすごく美味しいお紅茶なので、まあ確かにカルディとかでも全然いいんけどね。ただもう箱が可愛いっていうのもね、いろんな箱があって、なんかありがとうな気持ちとかいろんなやつがあって、プレゼントでもおすすめだし、ミルクティーとかもさ、またなくなったら買いに行こう。で確かこれが、確かよ、茨城の、地元の茨城市の紹介であげた時に、オニクルっていう建物をね一番初めに紹介してんけど、オニクルの中に入ってるカフェがあるねんけど、1階のね、私も大好きなカフェやねんけど、テラコッタみたいなところで、そこにもパンとかドリンクの横にこのティーだけでも売ってて、まあ多分いろんなところに入ってるのもあると思うんだけど、そう、東京にもいっぱいあるし、お店にもねいろいろいっぱい置いてあるから、すごい私が好きで、皆さんお土産で待ってます。でもこれは誰かへのプレゼントとかでおすすめです。これもらうと嬉しいかも。すごく美味しかったので、またなんかいろんな違う味飲んでみたい。パリ系のやつもいっぱいあったし、でもナンバーワンは白桃らしい、桃らしくて美味しいので、これが最近私がハマってます。まあちょっとね忙しくてさ、せかせかってしそうな時におすすめのものですね。ほっと一息する時間がないとは思うけど、寝る前の一杯とかで飲んでほってして寝れたらいいよね。そういっぱい店舗あるからね、女の彼氏それな、これおすすめです。まあほっとつく間もなく寝ちゃったりしちゃうけど、いいな、神戸行きたいな久しぶりに。地元奥、阪急茨城のこと阪茨って言わん？そうなのよ、まあ、茨城って便利なのが JR と阪急の2つの線があって、ちょっとねその2つの線の場所は離れちゃってるから間違いやすいねんけど、またそれで違うところに行けるのが便利なんです。という私の最近のおすすめ品紹介でした。そしてまあでもね、紅茶飲むとか言いながら今夜はこれ飲んで寝る。見て、あやかが買ってくれた、今日帰り夜飲む。これね変わります、キューピーコーアの夜用、これ次の日の目覚めが違います。皆さん、でも毎日はおすすめせん、本当に疲れたな明日も頑張らなきゃなって時におすすめです。もう一個ね普通のやつもあんねんけど、それはカフェインちゃんと入ってるから
一回飲んでみてほしい。疲れた日が続いた時におすすめです。最近のおすすめ品はこちらになります。まあ夜用だからね、夜用やからカフェイン入ってへんと思うし。案件ですね。だって案件じゃないよ、案件くれ。逆にガチで紹介や。案件だったらもうもっともっとこれ以上におすすめしてるよ。このぐらいがいいんですよね。でも本当におすすめですこれ。あとなんだろうな、あと何を紹介するかな。リアルに難しい、こういう時に限って出てこないのよおすすめ品って。知覚不足で泣きそう。おっと、そんな君にこちら三重受付ですよ。会いにおいで。周年のリハハード、ハードだね。ハードやねんけど楽しいねんけどハードみたいな感じ。なんか疲れて、まあ新公演ほどではないけど疲れてさ帰ってきて、でも次の日のこともあってけど今日の復習もしなきゃだし明日の予習もしなきゃだし、でも体は疲れてますやん。ちょっとでも仮眠するともう次の日の朝みたいになっちゃうから、なんやろ難しいよね休むタイミング。でも休みたいけどさ、もっとみんなに SNS で発信したいことあったりとかさ、そういうのがあるとまあ休まらんけど、そんな時の見方がこういったものですね。まあ食べ物とかっていうよりはこっちの方が、ドリンク系の方が私は好きかも。まあでもその分こういつもねバブルの方でお昼ご飯送ってんねん、お弁当とか送ってんねんけど、なんか美味しいご飯用意してもらえてたりね、なんかそういうのはスタッフさんからも愛感じるし頑張ろうって思えるよね。確かに昔よりリハは準備がすごく早くなったかも。それはあるかも。もうちょっと昔はね、いやもうほんと記憶ないねんけどさ、こういう時って昔よりは早くなったイメージやけどっていうところもありますけどね。でもみんなでこう時間をかけて作れるから、クオリティはどん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 上げれるんかなと思っております。働き方改革なのかしら。リハのケータリングはお弁当だよ。でも弁当の選択肢がいっぱいあると困る、選べん。でも優柔不断ってあんま良くないらしいね、運気的に。運勢大好きマン、あ、なんか占い大好きマンなので私、ちなみに。ゲッターズさんの新作出た？あ、まだもうちょっとだ。もうパッて即決即断やっけ、そっちの方がいいらしい。はい、わさわさ。一回お家帰ってさ寝そうになったけど、もう一回寝たら絶対体だるくなって練習できない未来が見えてたからさ、帰ってきて久しぶりにさ生チョコアイス食べました。美味しかった。生チョコアイスからの今やから元気なんだ。待って、先生の名前がさ、まあそっか言ってるもんな、まゆ先生って名前がコメントで出てきてびっくりしてんけど、そうだね、ダンスの先生たちも大好き。みんな先生たち本当に安心するよね。可愛いんですよ、うちのダンスの先生。
あ、そっかそっか、 TikTok でも流れてくるのかな先生。今年の生チョコアイスはもうすぐ発売かな、10月11月とかかな。そうだよ、アイカも先生してくれてて頼もしいよ。アイカ先生も、アイカ先生っていうのにまだ未だになれへんねんけどな。生チョコアイスってでも11月、10月とかじゃなかったっけ発売、冬と秋やねん。1月ぐらいと10月だった気がすんねんけど、いやちゃんと先生って、いやアイカって呼んじゃってるわ。ただ聞くときはなんか、え、こうですかみたいななっちゃってるけど、ちゃんと先生してくれてる、ちゃんと先生として接してる。美味しいのよ生チョコアイス。あ、危ない最近出たスーパーカップのずんだ味美味しかった、美味しそう。アイスね、買わんくなったな、ほんまに。毎週のように毎日の夜のように食べとった時期あったけど、大人になったってことかしら。私はでも生チョコアイスが出てたらさすがに買いだめしちゃうかも。大人がいいってやつで買っても秒でお家帰って冷凍庫入れる。なんかアイスよりじゃあキレートレモンとかそっちの方が体が欲してるかも。でも今年のナスはアイスがよく売れたっていう記事見たわ。かき氷かなっていうの見た。やっぱ暑すぎて。あ、そう、昨日かな、昨日私服写真あげてんけどさ、幕張2日目のねインスタにあげてんけど、なんか来る人来る人になんか若いねってめっちゃ言われて、そう、少女みたいってめっちゃ言われてさ、そんなにやったんかな。あ、ちなみに今握手会トーク会ってさ全身見えへんやんか、だからトーク会ではね、あの全身見せてって言ってもらえればくるくるするので、ぜひ見たいって言ってください。なんか私服もお楽しみにしててね。写メ会はちょっと2部と2部で、まあ、1日4部ずつあるから2部2部で休憩時間でちょっと変えようかなと思ってるので、みんな遊びに来てね。あ、アイロン買わなあかん、アイロンないのよ、うちに。あ、スリッパの時も OK、 OK よ。あのよく握手会はスリッパを履いてるので、モコモコの高いやつをまあ見えちゃうねんけどね、足元が。そうだよ、全部の部行った方がいいってことだよ。そうだよ、ちょっとずつ変化してるか、たまにね髪の毛をたまにっていうか結構な確率で髪型変えてんねんけど、そしたらその一部ごとにあれどっか変えたとか、あれみたいな気づいてくれて嬉しい。アイロン好きな人いるからさせてください、お願いします。2部当てたって嬉しい、ありがとう。2部じゃないわ、2時か3時も、今3時なので。浴衣の時はねちょっと、まあ、下駄を持ってないっていうのもあんねんけど、下駄履く元気なかったな、ちょっとスリッパでサボっちゃった。カリー
嬉しいね、みんながしっかり見てくれてる証拠で。じゃあ今日は20時までにしようかな。明日も夜する、夜、あーあー悩むな。朝やりたい気もするけど、あーちょっと待って、今日の夜の疲労、私のあれによる、余裕にもよるかも。練習してちょっと怪しいなってなったら遅くまでやっちゃうから、まあ、告知かメールします夜の方が見に来やすいか。でもにするか、無理しすぎないように。すっぴんすぎる。でも眉毛が生えてきてん。私すっぴんほんと基本眉毛ない人けどさ、何の話？まあ、配信ではこんな、うわ、握手会もさ、すっぴんでやりたいなって思うけど、さすがに握手会はバッチリメイクで行っちゃう。だってさ、遠くから来てくれてさ、会いに来てくれたら一番可愛い状態で会いたいやんっていう。あって、でもみんなすっぴんが見たいって言ってくるけど、もうすっぴんこれよ。なので、リハ期間はね、すっぴんでいけるからさ、すごくルンルン、お肌ルンルン、日焼け止めは塗ってちゃんと。愛を君に、愛を僕に、聞いてますって、ありがとうね、嬉しい、いっぱい聞いてくれて。ね、今回はなんと一部からで、嬉しい、やっと一部からで。なんかずっとさ、私一部からが良かった人なのよ、実は。一部からがいいねんけど、みんなが一部からでも早いっていう人いて、何を言ってんねんと思って。私はまあ昔を出すのは良くないんですけど、昔9時からあったんだぞって思ったら、11時なんて夕方や言い過ぎ朝から朝一で会えるって幸せじゃない。みんな推しに一部からちゃんと会いに来てください。11時やで、11時12時何時までだ、でも6時までかな、7時うん6時7時までかな、なんですけど。だってでもみんなも来てくれる時間があると思うけど、私たちも準備する時間があるので。なんかあのメイクレシピをさ、コスメの写真あげた、なんかあれ見てさ、こんなにメイクするまでにいろんなことしてるんやなって言われて、確かにあれ見たら怖くなるような。でもそれぐらいメンバーみんなも準備万端にしていますので、こう始まってさ、時間がね、握手会トーク会始まりましたって時になった時から、こうちゃんとみんなが列に並んでくれたらすごい嬉しいし、たまにさ、お遅刻さん多くてさ、行って誰もいない時とかもあるので、ちゃんとお互いに時間を守って来てください。会いに来てね。女子は大変よね、女子だけじゃないよ、多分みんな大変だよ。このあと3時受付、みんな申し込んできてね。幕張一部やと5時起き、え、リアルにさ何時やろ。それはちょっと逆算されたら困るので、それはまあ
想像に任せます。でもルンルンじゃない、推しメンに会えるって。私たちもみんなに会えるって思ったらルンルンで準備できちゃうんだよ。嬉しいもん。なんかだからみんなに緊張してもらえれるように可愛くしていこうって思うもんね。嬉しい、ありがとう、申し込んでくれて。あ、ちょっと待って、何のピンポン。宅配物です。 Uber じゃありません。私は Uber のアプリ消したから。宅配物です。宅配物が食べてた、友達でもないです。メンバーでもないです。彩香来たかと思った、彩香来てないよ。荷物届いた、ありがとうございます。自分も一番びっくりしてるのは、私ちなみに何頼んだっけっていう状態に陥ってるけど、多分スキンケアな気がするけどな。スキンケアだよ、ちゃんと。洋服欲しいけど、食べ物は宅配しないよ、作るよ。すごい女子力高い人いる、当たってるよ、コメントで流れてる。うわ、ピザ食べたい。あ、そうだよ、だって彩香だったらもう鍵で勝手に入ってきてって言っちゃうから。謎に合鍵持ってる人やから。まあでも合鍵とかってちょっとさ、預けといた方が安心じゃない。なんかこの前握手会でこれ言っていいかな、握手会でファンの人がさ、お友達の家に行くって言ってたけど、そのお友達が鍵なくしちゃってみたいな、大変やったっていう話を聞いたので、まあ、そういう鍵とかは、まあ、近所のご近所さん、または仲いい友達、近くに住んでる人に預けた方がいいってことをめちゃくちゃしみたので、だから唯一謎に彩香、岐阜の彩香に渡してるなと思って、どこに行ってもね、近所のおばあちゃんに渡してもいいけど、近所のおばあちゃん連絡しよう。近所のおばあちゃんに、あの夏のさ、テレビ愛知で放送されてたさ、あの長良川花火大会の日も見てくださいって言ったら見てくださってて、今度またお会いしに行こうと。まあそういうね、でも合鍵って本当に信頼関係じゃない。そんな人に、まあ一応預けとくだけね。何かなくしちゃった時とか大変やんか。でも最近ってさ、あれやんな、びっくりしてんけど、鍵じゃなくてさ、携帯とかカードとかさになっててさ、そうそう、カードキーとか聞いてさ、もうそんな時代なんと思ってびっくりよ。ウィンガチャとかで開くお家もあったりさ、ホテルみたいに開くお家もあったりさ、なんか何がいいんだか怖くない。あ、チカちゃんに合鍵預けます。いやいや、なくしそうやからいらん。逆に実家の鍵持ってへんから家帰ったら大変、なんか人いないと入れん。ねえ、みんなも鍵、貴重物は気をつけてね。握手会来るときもなくさへんように気をつけてね。忘れへんように。握手会では荷物預けるけど、トーク会では荷物預けへんからね。いつもなんかそれ、チカも見ててさ、間違えそうになる。ああ、それは預けへんのね、預けんのねってなるので。お互い貴重
品は気をつけましょうね。ではなんか宅配が来てから謎の会話に変わりましたが、ただいま握手会三次受付が始まっているので、みんないっぱい会いに来てください。応援よろしくお願いします。これからも ありがとう。亡くなる前にだよ、すぐにだよ。完売しちゃったとかなしだからね。みんな絶対にありがとう、見に来てくれて。かわいい、握手会が忘れ楽しすぎてカバン取り忘れる時がある。かわいいんだけども突っ込んじゃうわそれ。かわいい、ゆっくりでいいよってありがとう、バイバイ、またね。手話教えてもらったら忘れた。待って、なんだっけ。またねって。もう本当に記憶力。ちょっと待って。それだけやりたい。またね、手話。待ってね。あ、またね。でも教わったのと違うな。またまた会おうねだったっけな。あ、でもこれでもいいらしい、またね。あ、はいはいはい、あったあったあった。また会いましょう、敬語になるんや。これだけでもいいんだけど、会いましょうなる。会いましょう、 See you later。おやすみなさいありがとう、またね、おやすみなさい。明日も頑張ろうな。みんな三次受付忘れずに、みんなに会えるの楽しみにしてるね。あ、この後インスタと投稿するので見てね。もう私の大好きな大好きな人とのツーショットをあげるので、夏の思い出ずっとねあげそびれてて、やっとなんか写真を選別してあげれる準備ができたので、おやすみ、またね。また明日も夜配信する予定です。バイバイ。